2005年に落石防止工事が行われた後のトロルスティーゲン展望台トロルスティーゲンはノルウェーのムーレオロムスダール県にあるつづら折りである。ラウマ市のオンダルスネストノーレダール市のバルダール村を結ぶムーレオロムスダール県道63号の途中にあり、三幅の急斜面を10%の勾配で11のヘアピンカーブを描きながら抜けていく景観が圧巻で観光名所にもなっている。 観光シーズンには毎日約2,500台の車がここを通り、2009年シーズンには155,230台、2012年シーズンには161,421台と増加している。2005年から2012年にカーブがいくつか拡幅されたとはいえ、それでも道幅が狭く急カーブが多いため、全長12.4メートルを超える車の通行は禁止されている。 2011年と2012年には試験的に全長13.1メートルまでのバスの通行が認められた。標高700メートルの高原に駐車場が設けられており、ヘアピンカーブとスティグホッセンの滝を見下ろす展望台がいくつか併設されている。スティグホッセンの滝は山腹を320メートルに渡って流れており、総落差は240メートルある。 最高地点の標高は約850メートルである。トロルスティーゲンは山間にあるため晩秋から翌春まで通行止めとなる。例年5月中旬から10月まで開通しているが、気候により前後するほか、地滑りで通行止めになることもある。2012年にオープンしたビジターセンタートロルスティーゲンは8年間の建設期間を経て1936年7月31日に、 国王法婚7世の隣席を得て開通した。2012年には、レストランなどを併設して、ビジターセンターが完成し、展望台が設けられたほか、古い建物も改修された。トロルスティーゲンを含む、県道63号は、2012年6月16日に、運輸通信大臣から、国定観光道路に指定された。また、トロルスティーゲンとその西側の山々は、 トロルスティーゲン景観保護地区となっている。一方、トロルティンド山地を含むトロルスティーゲン東側の山々はラインハイム国立公園の一部となっている。2005年夏には安全性向上のため1600万クローネを投じて落石防止工事が行われた。ありがとうございます。